ウェイトバンタロットの運命の輪、マルセイユバンタロットの運命の輪運命の輪は、タロットの大アルカナに属するカードの一枚。カード番号は、10。前のカードは、9インジャ。次のカードは、ウェイトバンが、正義。マルセイユバンが、力。アーサー・エドワード・ウェイトのタロット使いにおける解説では、幸運、天気、向上を意味するとされる。ヘブライ文字はカフ。ただし、 複数の遺説がある。黄金の夜明ケ団ンの説では、ケセドとネザクのセフィラを結合する鏡に関連付けられている。以下のような小説がある。タイトル通り、運命体自由意志を提示している。和は、周期性、永続性の象徴とされる。マルセイ・ユヴァンタロットでは輪に絡まるようにして2匹の動物が和から独立した台座の上に一体の生物が確認できる。 通説として、和の右側の動物はアヌビスとされ、転じて善玉と解釈される。対して和の左側の動物はテューポンとされ、転じて悪玉とされる。二体の動物の向きから和は左回転を行っているものと思われ、吉と凶は変則的でありながらも規則的に訪れることを暗示している。和の回転を操るかのように鎮座する。 黒色のまがまがしい生物は、一見すると悪魔との関連を想像させるが、ライオンの胴体、人面の頭、大きな羽といった外見に加え、黄金の冠が神聖な力を示すことから、スフィンクスと解釈されるのが一般的である。ウェイトによるウェイト版タロットでは、和の周囲を四大元素を司る人間、和紙、お牛、獅子の天使が囲んでいる様子が描かれている。 これらはそれぞれ王道十二宮では水亀座、さそり座、おうし座、しし座であり、いずれも不動宮に属していることがわかる。なお、この天使たちは世界に向けて勉強中であることを示す。和の頂上の生物はスフィンクスとして描かれている。和の中央は車輪の矢になぞらいて八本の放射線があり、これは仏教で用いられる法輪を彷彿とさせている。 八本の放射線の打ち立て横四方向には、錬金術の記号が施されており、上側は水銀、右側は硫黄、左側は塩という三元素、下側は銅を意味しており、三元素とそれを統合するものという四つ組の構成が採用されているようである。円の縦横四方向に書かれている文字は様々に読むことができ、 時計の12時の位置から90度ずつ時計回りに読むと、太郎、半時計回りに読むと、虎、6時の位置から時計回りには、ロタと読める。さらに斜め4方向にある架倉10文字の間にある、ヘブライ文字は、左上から半時計回りに読むと、となる。このヘブライ文字の1文字目と3文字目、平和は同じであるが、これらの意味は、王と王妃から生まれる王子のもとに、 外から新たに火がとつぐという構造を表しており、王と、そしてそこで誕生した王子、二度にわたる結婚であるとされている。マルセイユ版でも悪玉として描かれたというポンガウェイト版でも描かれているが、マルセイユ版とは位置が異なり輪の右側に存在し、左への回転に沿って上昇していく様子が見られる。また、輪の左側には、 テューポンと対照的にはの左への回転に沿って加工する蛇が描かれている。この蛇は邪悪なもの、人を惑わすものの象徴であるが、ヨーロッパに中高した錬金術においては、血を這う低俗な蛇が進化する過程でその姿をサソリに変え、さらに魂が消化された結果、翼を宿支点に上がって、和紙に編成するものとされ、 邪悪ながらも編成を遂げるもの、進化、変容の象徴とされた。絵柄の右上に描かれている足こそ、その象徴とされ、不道具であるサソリ座と例えられたのもここから来ている。スニーデルスの説。ホマロウもこれに従う。黄金の夜明け団では、運命の輪を乙女座とする伝統的な説を捨て、新たに木星を当てはめた。そのため星座の配列が乱れ。 8番と11番の入れ替え説が出てくる原因となった。かつて海王星までしか発見されていなかったがその外側の惑星の存在が予測されていた時代和のカードを未発見の新惑星に当てる説があった。日本の唐島吉夫は天皇星をおもとした上で木星も加えた。天皇星説は CC 座院、木星説は黄金の夜明け団と同説である。 ありがとうございます。